エッセンにあるバルター・ホーマン天文台の25周年、記念碑に刻まれたホーマンの顔バルター・ホーマンは、ドイツの技術者、宇宙工学者、宇宙飛行の先駆者の一人、バーデンビュールテンベルク州北部に位置するオーデンバルトのハルトハイム生まれ、医者の息子として生まれ、幼年時代をハルトハイム並びに、南アフリカのポートエリザベスで過ごす。1891年から、 ビュルツブルグの古典語ギムナジウムに通う。アビトゥア資格のためにミュンヘンの工業大学で土木工学を学ぶ。大学終了後1904年から建築試験官としてウィーン、ベルリン、ハノーファー、ブレスラウで働き、1912年にエッセン建築局の整理器学部門長となり、当地の材料試験場を設立。 1916年博士論文ファーズーカー、ウーバーダズズシャマンワイアーカンフォンアルテムーンとノイム、ベトンインイゼンベトンカンストロクショナンを r w t h アーヘン大学に提出。ホーマンは本業の傍ら天体力学と宇宙飛行の問題に取り組んだ。1925年研究をまとめた論文題、アレイヒバーカイトデアヒンメルスコーポを発表。その中で説明された、 着想の一部は、後に、有人月面着陸を果たした、アポロ計画に採用された。この論文は英語に翻訳された。1945年3月11日、絶え間ない空襲警報と爆撃にさらされる、エッセンの病院で衰弱し、エッセン中心部の街路や、エッセンの天文台が、彼にちなんで名付けられている。1970年、 彼の結出した科学上の業績を評価して月の裏面近くのクレーターに彼の名が付けられた。ホーマン戦意軌道にもその名を残す。H. ウィドブレッド、H. ミールキー、G. ナリモ、J. セイズ、ベルトラウム・ウントエルデ・バンド3、プラネチン・フォーシュン・ミット・ラウム・ゾンデン、トランスプレス・ベブ・バーラグ・フュア。バーキーレス・ウェッシン。 ベルリン 1982S186 アンフロガアン・ワルターホモンスターンウォールテ・エッセン EV である車コスモノートゲオルギー・グレッツシュコ・ベライトットダス・ディーズス・ベルク・バーイツ1938インスル車、ウーバー・セトスト・ブールダ・ワルターホモンスターンウォールテ・エッセンありがとうございます